はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。早速本日の題を読んでいきたいと思います。恨みは必ず自分に跳ね返ってくる。こちらを今から読んでいきたいと思います。私が小学生の頃の話です。ある日学校でいざこざがあり、イライラして家に帰ったことがありました。悔しい、恨んでやる、憎い、感情を抑えきれず乱暴な言葉を吐いてしまいました。そんな私を見ていた祖父がある言葉を言いました。人を恨めばいずれは自分に跳ね返ってくるぞ。イライラしていた私には当時この言葉の本当の意味が理解できませんでした。なぜ自分に跳ね返ってくるのだろうか、不思議に思い、その時は軽く受け流してしまいました。言葉の意味を理解するようになったのはそれから数年後、祖父が亡くなった後のことです。相変わらず人を恨んでいた自分はある時ふとしたことで気づきます。人を恨んでいる心の声は自分しか聞こえないのです。あなたにもこんな経験はありませんか？ムカつくことがあるとつい何度も繰り返し心の中で叫びますよね。あの人ムカつく、悔しい、口には出して言いませんが心の中でそう思います。魔法の言葉のように何度も口にしますね。そうすると一番疲れているのは誰でもない自分なのです。心で思っていることですから相手の耳に直接聞こえるわけでもありません。聞こえているのは自分だけです。バカ、死ねという恨みを感じているのは実は自分しかいないのです。人を恨めば恨むほど自分に跳ね返ってくるとはこのことです。相手への憎しみは自分にしか聞こえてこないのです。損をするのは自分ばかり、疲れるのも自分ばかり。なんだ、人を恨んでも自分に跳ね返ってくるのではないか。人を恨めば自分に返ってくる、跳ね返ってくることが理解できたのでした。この事実に気づいた私は以後もう疲れるから人を恨んだり憎んだりするのはやめにしようと思いました。意味がないし疲れるし時間も無駄だからです。何の得にもなりません。それどころか自分が余計に損をするばかりだからです。祖父からの何気ない一言は大切な人生の教えでもあったと気づくまでに長い時間がかかったのでした。今日の格言、人を恨むのはもうやめる。なるほど、間違いない。確かにね、なんかああムカつくとか思ったことずっと心の中で無限ループするのよくある。確かに、んだ全くもう本当今度会ったらこんなことしてやるとかね、なんか恨んだり憎んだりあるよね。そう、その時いつも思う、なんてこの時間の無駄なんだって。本当自分の心の声は自分にしか聞こえない。だから、できるだけ心の声もいい、前向きな、ポジティブに、明るく、素直に、正直な言葉をかけてあげたいですね。はい。今日も勉強になりました。ではまた、チャンネル登録とよろしくお願いします。それでは、またね。